大正寺駅前にて、加賀温泉バス株式会社は、かつて、石川県加賀市に本社を置いていた、北陸鉄道グループのバス事業者。親会社の北陸鉄道より、路線バスを譲り受け、加賀市内において営業。2021年7月1日、小松バスとの合併に伴い、社名を、北鉄加賀バスに変更。 旧加賀温泉バスの本社所在地は、北鉄加賀バスの加賀営業所となっている。2021年時点、加賀営業所担当路線を記載。現在の運行路線の詳細は、北陸鉄道公式サイトの、北鉄加賀バス路線図加賀エリアを参照。小松市周辺の路線は、北鉄加賀バスを参照。2021年4月時点で、保有メーカーは三菱不走トラックバス。 日野自動車、旧日産ディーゼルの3社となっている。また、保有車両は18台と北陸鉄道のグループでは、最小となっている、三つ星認定事業者、加賀温泉バス株式会社の求人、中途採用情報、リクナビネクスト、株式会社リクルート、2021年6月21日閲覧。AB 加賀温泉バス株式会社、第十七期決算広告。 第109回定時株主総会招集ご通知に、際しての法令及び定款に基づく、インターネット開示事項。北陸鉄道。P11。2021年6月14日。閲覧。AB。加賀地区のバス会社再編7月。4社を2社に。北国新聞長官。2021年2月27日。ごめん。AB。北陸鉄道。 貸切バス事業主会社を再編。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。ジャックススコジョビー 2698S0W1A220C200 万。2021年4月29日。閲覧。北鉄グループバス事業再編に伴う新会社の概要について北陸鉄道。 http://www.hokutetsu.co.jp://media/news/202106172pdf2021 年6月18日閲覧。北陸鉄道、バス事業を、再編旅行、貸切バスは集約。日本経済新聞、https www. 日経 .com アーティクルジャックス・コック 179Hz レイ X10C21A600 万2021年6月18日閲覧加賀温泉バス株式会社の求人中途採用情報リクナビネクスト株式会社リクルート2021年6月21日閲覧加賀温泉バス発車加賀市山中町 北国新聞長官。1994年4月1日。25面。グループ会社一覧。北陸鉄道。2017年4月8日時点のオリジナルより。アーカイブ。2021年4月29日閲覧。加賀温泉バス補助金で維持加賀し、事業廃止打診受け復活。読売新聞。2010年2月21日閲覧。 加賀温泉バス株式会社第27期決算広告2021年4月29日閲覧加賀市医療センター会員に伴い2016年4月加賀看護学校前に解消北陸鉄道グループダイヤ改正を実施します北陸鉄道2019年2月12日閲覧加賀市 HP お知らせ路線バス 温泉型山津線の実証運行が決まりました。加賀市ホームページ。2011年12月20日閲覧。北陸鉄道グループダイヤ改正を実施します。北陸鉄道。2019年2月12日閲覧。加賀温泉バス時刻表。北陸鉄道。2019年3月13日閲覧。平成30年度第5回。 加賀市地域公共交通会議会議資料。加賀市役所企画課企画係。2019年3月13日閲覧。ABE バスマガジン 2015P33 会員名簿。石川県バス協会。2021年6月14日閲覧。貸切バス安全性評価認定制度に基づく認定平成30年1月1日現在。石川県バス協会。 2019年3月6日閲覧、ありがとうございます。